サムエルキ、ダビデ王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎをお与えになった。王は預言者ナタに言った。見なさい、私はレバノン好きの家に住んでいるが、神の箱は天幕を旗中に置いたままだ。ナタンは王に言った。心にあることは何でも実行なさると良いでしょう。主はあなたと共におられます。しかしその夜、ナタンに望んだ主の言葉は次の通りであった。私のしもべダビデのもとに行って告げよ。主はこう言われる。あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなる者に並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え、戦争とともに眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。私は彼の父となり、彼は私の子となる。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。神の御言葉。私はしもべダビデを選び、尊い油を彼に注いだ。私の手はいつも彼と共にあり、私の腕は彼を強める。身の慈しみを子孫は常しえに続き、その王座は太陽のように私の前にある。大空を見守る月のように、その王座は常しえに続き。
ハレルヤ、ハレルヤ。差し昇る朝日、永遠の光の輝き。あなたは正義の太陽、日の当たらない影に生き、闇に埋もれている人を照らしに来てください。ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時ヨハネの父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯、主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え。主のために罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ、暗闇と死の影に刺している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。主の御言葉。キリストに賛美。主の教え
know